今年も然別湖解禁日に行きます。毎年行ってますが、スプーンはディープカッパーしか使ってません。今すでに準備してて買い足して8、12、15をかなり用意できましたが、10と18も用意した方が良いでしょうか。いや、いらないと思う。解禁日でしょ、うん。今度今、然別は入ってないけど、屈指の屈斜路湖、で、あの辺の周辺の町の、町の方たち4つの町かなの、合同でですね、釣り場を良くしようっていう、釣り場を良くしようというか、何かでこう人を集めたいということで村田はじめに呼ばれました。役場から電話かかってきました、ね。役場の親さんがですね、村田さん来てよ、手弁当です、ね。別にギャラはもらえません、ね。こうすればいいんじゃねっていうね、もうその昔野尻湖をオープンさせた村田はじめでございますから、ね。野尻湖をオープンさせてどのぐらいになったかって、1年間で、その町に約3億円のお金が落ちたんですよ。やるもんでしょ、ね。ただ途中でね、やっちゃダメっていうことを、ボート屋さんがね、僕と一緒に組んでたとこじゃないんだけど、やっちゃったから、もうじゃあそれじゃもうやってあげないって言ったら、まあ半分以下、10分の1ぐらいまで怒っちゃったかなっていうね。はい、やり方っていうものがあるのよ、ね。その野尻湖なんですが、その後にですね、僕とのお約束で、あそこでトーナメントは絶対やらないでねっていう約束にもかかわらず、ちょうどスポーニングのシーズンにですね、トーナメントやりまくったんですね。でもう約束を破ったんで、僕は二度ともう、野尻湖では釣りしませんよということで、やめました、ね。なんでっていうと、だってあそこでスポーニングシーズンでサイトフィッシングで釣るのはいいのよ、全然サイトで釣るのはいいんだけど、トーナメントだとそれ全部ラベルに入れて持ってっちゃうでしょ。そうするとそこの、ね、ベッドがダメになっちゃうわけよ、ね。だから一般の人専用っていうことで約束で僕は、あそこをオープンさせたんですが、ね、約束を破られてしまったということで、僕は、野尻湖に行ってないんで、もう今の時期の野尻湖はよく分かってないですね、はい、ね。元気だったのにね、病気をするとね、はい。楽太郎さんは僕 のファンクラブに入ってていただいて、ね、若さに釣り、缶釣り、そして、バス釣り、ね、一緒に飯食いに行ったりね、いろんなことをしましたが、残念ながらちょっと早すぎですね。ね、俺と年7つですから、うん。はい、釣りとは関係ないですが、昨日は円楽さん亡くなって、今日はアントニオ猪木さんね、本当にね。円楽さんはもともとですね、僕のファンクラブに入ってていただいて、まあ、息子さん愛一太郎君っていうんだけど、でよく一緒に行きましたよ、ね。釣れない君の釣り大会とかね、そういうので、一緒に行っておりまして、ワカサギ釣りだとか缶釣りだとかバス釣りだとかね、それからいろいろ僕が海外行きますんで、フロリダで美味しいお店どっかないってこうね、円楽さんに聞かれて、ここでね、銀座のしゃぶしゃぶ一緒に食べたりね、そんなことがございました。一つあれですけど、長野県に野尻湖というところがありますね。あそこは何年か前にですね、キャッチアンドリリース禁止、っていう話が浮かび上がりまして、野尻湖の人たち聞いてます？今まともにできてるのは、円楽さん、楽太郎さんのね、時代に一緒に僕ご飯食べた時にですね、まあ、議員さんが中に入ってたんですけども、その方がですね、まあ、電話してくれて、それで止めたんです。これ本当の話ですよね、はい。円楽さんが止めたんじゃなくて、この議員さんがね、いろいろこう動いてくれて、
一緒にご飯、村田君あのご飯行くからちょっと一緒に来てちょっといろいろ話してみようよっていうね、そんなところを、円楽さんやってくれたんです。はい、はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。村田はじめちょっと楽しみたいなよかったらですね、ぜひご入会をよろしく。